さてさ、しょうこれでございます。どうでしょうか皆さんね、日常に戻って慣れましたか？日常にね、かくいう私はどうなんだというところでは、1週目、ゴールデンウィーク明けの1週目は非常にセーブしたい、そんな気持ちでいます。なんか土日頑張るから平日勘弁してみたいな感じでね、一応今慣らし運転中です。次の連休は7月ということで、6月ちょっと苦しいですけどね、頑張っていきましょう。ずっと考えていたテーマに対しての答えがゴールデンウィーク中にある程度出たなというところで、ちょっとそれを発表したいんですけど、ゴールデンウィーク中の自由研究のテーマは睡眠でした。いつ起きてもいい、いつ寝てもいいという環境の中で、どれだけ結果寝たのかなっていうところだけ着目しまして、やっぱり最初はその慣れないもんですから、4時間とか5時間ぐらいでふと心配になって起きて、携帯を手に触り、時計を表示させ、ああまだ4時50分かとかね、なんかそういうふうに考えながら過ごしておりまして、とりあえず何時に寝ても9時半には起きようという、1時2時で寝てもその間一切起きずに、とりあえずそのアラーム一発目で起きるっていうことが多々ありまして、最終日に近づいてくると、なんかどんなに寝ても寝起きがとりあえず気持ち悪いんですよ。気持ち悪いっていうのは体調の悪い気持ち悪さとか、気だるいとか、もっと寝たいっていう気持ち悪さではなくて、ただただなんか寝起きのテンションが低い、体を横にも向けたくない、トイレに行きたいんだけど起き上がることもしたくない、けど眠たくないんですよね。寝るという行為自体にもすでに飽きているのが結果じゃないかなと思うんですけど、そんな感じでしたね。で、合わせて、一つ課題を設けていたのが夢の実現性というところで、前にもちょろっと言ったかもしれませんけど、刑事物っぽいものを見たらそのシチュエーションが出てくる、そしてそれを覚えている、いろんな場面展開のある短編集映画みたいな感じで、場面の切り替え、役の配置替えなんていうものもいろいろ夢ってあるでしょう。で、全部覚えてるわけじゃないんだけど、寝る前に見たドラマの風景っぽいなっていうところだけ記憶に残っていることが多かったです。それが2回ぐらい、10日中2回ぐらいその記憶がすごい強くて、最後の方に見た夢が途中で起きちゃったんですよね、夜中に。その時もう一度すぐ見たいんですよ、それ面白そうだし、その展開夢だって気づけば何のそのっていう状況で、早く続き見たい、続き見たいと思って寝ようとするんですけど、そういう時に限って寝れないっていうね。その夢から1日ぐらい経ってますけど、どんな夢だったかもう全く今覚えてないでね。より気づいたのが、昔それこそ僕が中学生高校生ぐらいの時はね、アイドルとかの写真集とか、関東グラビアとかを枕元に入れたら出てくるなんていう迷信があったんですよ、平成初期中盤それぐらいに。なんかね、気づいたのが、多分ね、静止画は無理、言い方がちょっと違ったな、いわゆるアイドルの人って多分夢に出てくるの相当難しくて、夢って絶対物語なんですよね。だからドラマみたいな、映画とかドラマとか、そっちの方がより多分入ってきやすいんですよね。そこにアイドルが、例えば僕それぐらいの時、藤本美貴さんすごい好きだったんで例に挙げさせていただくと、藤本美貴さんが刑事である僕の相棒にはならないわけですよ。それは僕が多分その刑事の相棒に藤本美貴さんを求めていないからで、夢では僕は刑事なんだけど、自分が刑事になった役であっても藤本美貴さんにはアイドルでいてほしいわけだから、刑事の相棒にはならない、つまりは夢には出てこない。俳優さん、女優さん、そっちの方がきっと出やすいんでしょうね。もう何日も前の話であまり覚えていないんですけど、多分ムロツヨシさん出てきてるんですよ、夢に。でもムロさんらしい演技を夢の中でしてなくて、普通の人なんですよ。でもきっと普通の人の役も想像できるじゃないですか。それは多分俳優さんだから、いろんなバリエーションが見える、見え方を僕がテレビで見てるから、そういう想像が安易にできるので、そういうところなのかな。ちょっとまとまらずに話してしまったから、何言ってるか途中からわからなくなりましたね。まとめると、枕元どうのこうのとか、その写真とかそういったものでアイドルを夢に出そうとするのはちょっと難しくて、かといってじゃあ音楽番組で歌ってる姿をずっと目に焼き付けて寝ても、それでしか、それが
どんな夢を見るかわからない物語にピッとこうフィットする役柄なのかって言ったらそうでもないでしょうから、なんかメイキング映像とかオフショットとかドキュメンタリーとかそういうのを追っかけて見る方が出てきやすいのではないでしょうか。夢というのは面白いもので、ちょっとこれは今後もいろんな夢を見れるように寝る前にドラマを見る、これを続けていきたいと思っています。今日は自由研究の結果発表でした。それではしょうこれでした。また明日ごきげんよう、バイバイ。